はいどうも、熊の着ぐるみ、花子です。今回ですね、なぜか手だけなんですけど、一つ今日レビューしたいものがありまして、それがこちら、ポータブル拡声器です、ね。よくね、ゆるキャラさんだとかね、某有名 YouTuber さんがね、こういうの使ってるんですけれども、これがね、なんとお安く手に入ったので、熊の着ぐるみ花子もこれをね使ってみたいと思います。なおね、スイッチがね、ここにありまして、真ん中ですね、真ん中押すと、ちょっと今ね出とるかな、ごめんなさい、ハウリングね、うん、そう、これでね、音が入っております。今回ね、ちょっと何分外クソ暑いので室内撮影でやっておりますので、ご了承ください。じゃあこれでつけていきますよ。はい、ということで、今ね、熊の着ぐるみ花子ですね、今この胸にね、ついてるんですけれども、スピーカーですね、これが今ついた状態ですね。これで喋るとね、中の人がね、ただ喋ってるよりもね、もっと聞こえるわけですよ。ね、ちょっとスイッチどれだっけ、試しに来てみますね。切れない。いきますよ。はい、どうも、熊の着ぐるみ、花子です。今ね、これが拡声器入ってない状態、今から入れますよ。はい、どうも、熊の着ぐるみ、花子です、ね。だいぶね、違うんじゃないかと思います。これがね、拡声器の威力というやつですね。で、これ使って喋ることでね、中の人のこもった音声でなくて、中の人の音声そのものが出ますので、着ぐるみさんが、人々とねコミュニケーションを取るときにいい感じになるわけです。そしてもう一つの効果が、今こうやって喋ってるんですけれども、声を張り上げなくていいんですよね。なので声を張り上げずに喋れるっていうことは、優しく聞こえるわけです。試しにもう一回聞いてみますね。はい、皆さん、こんにちは。熊の着ぐるみ、花子です。今日はね、大変晴れていていい天気ですね。はい、どうも、熊の着ぐるみ、花子です。今日は大変晴れていてとてもいい天気ですよね。ね。優しく喋っても、外聞こえるものですから、拡声器の効果ってすごいんですよね。バッテリー切れた。ということで、ちょっとバッテリー切れたっぽいんで、これでこの動画を終わりにします。ご視聴ありがとうございました。